美味しいの、はい、こんにちは、こんにちは。あ、ちょっと確認させてください。ダメだ、あなたの携帯どちらの携帯ですか？よく聞こえなかったのでもう一度言ってくれますか？アルデバランの渋谷と申します。今回ですね、ソフトバンク社と、共同開発したこちらのペッパーですね、はい、と一緒にインタラクティブな会話を楽しんでいただけるということで、はい、ペッパーをお出ししているのと、あとこちらはアルデバランの独自で開発してます、ナオというロボットですね、はい、こちらも一緒に連れてきております。はい、もしよろしければロボットとお話し、そうですね、してみたいと思います。もうちょっと近くに見ていただいて、はい、恋愛ニュース喋らせるとか、どれが一番苦手ですか？苦手です。そうですね、日本語そうでしたか。でそれこそその喋る内容も苦手なのか、才能がないから、それとも努力しないからですか？努力しないからです。はい、昔あれがいて、はい、なおはいはい、はい、日本語喋らなくて、あ、そうですね、できるできないの前に、あ、そうやるかやらないかです。自分を信じてそうな、フェスパーの、はい、も多分同じです、ね、あの、僕ってやっぱりすごいロボットですね。すごいロボットです。すごい、あなた、分かってるな。だけど、僕にも宿命のライバルがいるんです。そうですね、こうして、まあ、あのロボット誰だか当ててみてくださいよ。まあ、インタラクティブな会話を楽しんでいただくっていうのと、あとですね、こちらが開発キットになっておりまして、まあ、こちら中はですね、こういったようなPython のコードで書かれているんですが、まあ、もう一度言ってくれますか？言語を知っている方でももちろん開発できますし、知らない方でもこういうようなですね、ライブラリーボックスをドラッグアンドドロップしていただくだけで、簡単にですね、開発ができるという場合で、この NAO と Pepper、両方ですね、同じ仕組みで動いています。はい、データホテルはですね、まあ、インターネットインフラを提供している会社なんですが、今回ですね、今年から開発部門を作りまして、エンジニアを絶賛募集中でおります。まあ、今日は素敵な方と、縁を作りたくてですね、今日参加させてもらいました。なので、まあ、データホテルにはギークなエンジニアがたくさんいますので、はい、ぜひですね、ご興味ある方、こちら会場でお配りしたQR コードです、ね、はい、こちらにアクセスしてちょっと遊びに来てください。よろしくお願いします。そのブースのご紹介をお願いします。はい、こちらの方はマイクロソフトブースでですね、マイクロソフト Azure というクラウドプラットフォームを、皆様にご紹介しています。で、Azure の中でも、マイクロソフトとはいえ実際と Python がちゃんと使える環境があるんですね。で、マイクロソフト Azure のウェブサイトですと、例えばちょっとまあ見えないかもしれないですけど、 Python のバージョンとしては 2.7 とか 3.4 のための環境を用意しますので、こういったところを使ってすぐにでも、まあ、Python を使って、クラウドの Azure 上で、皆様のアプリケーションを、使って開発していくことができるようになりますので、ぜひ使っていただけると嬉しいです。はい、使わないと
ですね。はい、はい、ぜひあの Python エンジニアの皆さんに使っていただきたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、あこちらのコースではどのような展示を。はい、こちらは、MySQL の展示ブースとなっております。MySQL あのオープンソースのデータベースとして幅広くお使いいただいているんですが、今回 Python ということで、ご紹介しているのが一つは、GUI のツールの MySQL Workbench というツールで、MySQL のデータから ERs を作ったりとか運用管理ができる GUI のツールなんですが、追加機能を Python で書いて拡張できるということでお持ちをして、ご紹介をしているのが一つ。それからもう一つ、こちらで、名前が出ている MySQL Fabric という製品は、サーバーがいっぱいあるウェブサイトの運用管理、これを自動化を支援して、また全体をこの Fabric、MySQL Fabric というのを監視をしているので、もしサーバーが倒れちゃった、障害が起きちゃったときに自動的に再構成をして、処理が継続できるようなこちらのツール、これもすべて Python で書かれているものということで、今回ご紹介させていただいております。こちらの商品のメリットなどありましたら。はい、まず大前提として、MySQL Workbench も MySQL Fabric も無償の製品です、コミュニティ版として提供しています。で、MySQL の場合にはあのコミュニティ版と商用版というものが2本立てになっていて、ツール群は基本的には無料でご紹介をしてますが、サポートサービス、それからサーバー台数が多い時の集中的な監視をする監視ツールとか、セキュリティ用の拡張、こういったところは優勝としてやらせていただいております。こちらのブースではコノハ by GMO ということでホスティングサービス VPS のサービスをご紹介しております。こちらに書いてある通り1分で始めるクラウドのような VPS 1月930円からということで非常に安い価格でお客様に自由な環境を提供しているというものになります。今まで我々としてはインフラエンジニアさんを中心にこちらのサービスをご利用いただいてたんですけれども、今後はですね、あの開発者の方、まあ、今回こちらの会場にお集まりの Python エンジニアの方にもですね、まあ、非常にご利用いただきたいと思ってお持ちいたしました。すごくかわいいの製品もいますので、ちょっと紹介してもらえますか。はい、こちらがですね、ミクモコノハといいまして、コノハのサービスのイメージキャラクターになります。ブースではですね、抽選会を行っておりまして、コノハちゃんがですね、抽選くじをお渡ししております。お越しいただいた方にはですね、さまざまな商品をプレゼントしております。こちらのステッカーであったり、あとはですね、ちょっと大容量のモバイルバッテリーとかですね、いろんなものを提供しておりますので、ぜひ足をお運びいただければと思っております。はい、他に何か紹介したいものがありますか。はい、次回のパターンから何か紹介したいですか。はい、こういったあのコノハの薄い本というハウトゥー本ですね、こういうものをいくつかシリーズでご用意しておりまして、今回は Git を使ってみようという内容になってますので、あの VPS をお使いの際にあのこういったのもぜひご覧いただければと思います。僕が書きました、ね。はい、こちらのブースの紹介をお願いします。はい、キャスタリア株式会社です。当社はスマートフォンで勉強するためのですね、モバイルラーニングプラットフォームというものを作って、それを、まあ、基本 B2B で提供しているんですが、それのサーバーサイドのバックエンドは全て Python でやっています。で、実は我々あまり売るものとかがあるわけじゃなくてですね、一つは、まあ、あのこういったイベントといいますかコミュニティに参加しておきたいなということと、あともう一つですね、こういうコードアカデミー高校という、コーディングが必修のですね、広域通信制の、まあ、ほぼウェブだけで行ける高校をこの4月から、開始したんですね。でこちらの方とかを、まあ、いろんなですね、エンジニアの方々に知っていただいて、まあ、これから例えば、まあ、Python も含めたコーディング勉強したい人たちに、まあ、メンターのような形になってもらいたいなと思って、それを広めるためにやってきました。下は長野に、本店は長野、その話するとめんどくさいんですね。会社は青山一丁目です。ただ本店登記だけ長野にしています。特別ですね。ですね、なぜかというと我々の株主の一つにこのコードアカデミー高校を一緒にやっている、長野県最大の学校法人である進学会というのがあるんで
ですが、そちらに置いてるんですよ。で、青山、いわゆるバックオフィス業務を全て長野でやって、いわゆる開発とか企画とか営業とかって全部東京で、青山一丁目でやっています。おー、なりました。はい、ありがとうございました、はい。Python エンジニアの方お待ちしております。以上です。はい、はい、その商品の紹介をお願いします。はい、メイクリプスは、日本で1万5000社以上使っていただいているオンライン上で、請求書や見積もり書とか、まあ、納品書を簡単に処理整理できるような、ウェブサービスです。もちろん Python 使ってます。Excel よりも効率的がもう500倍ぐらいあります。今回もなんか Python をスパンダしてそういう一緒に協力しています。はい、はい、一応スポンサーです、はい、ありがとうございます。とんでもないです。こちらこそありがとうございます。お子さんは一体どういうのが企業が多いですか？まあ、結構幅広く、まあ、フリーランスからもう大企業まで使っていただいております。うん、なんかエンジニア募集とか。その通りです、はい、Python エンジニアを今大募集しております。ターゲットに一言言ってください。ターゲット、まあ、やっぱりメイクリプスのチームは半分日本人で半分外国人なんだけれども、 100% のお客さんが、日本にありますので、まあ、日本にいますので、やっぱり、まあ、ちょっと英語ができるエンジニアがいればいいなというふうに思ってるんだけれども、まあ、結構、まあ、明るく中目黒ですごい素敵な、オフィスがありますので、興味があるようであればぜひ声をかけください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちら弊社のサービスであるカメリオというモバイルアプリの紹介をさせていただいております。どういうアプリかっていうとですね、まあ、今日開コンということで特集もさせていただいてるんですけど、例えば Python が好きな方だったら Python とかナンパイとか、そういう特定のテーマに興味があると思うんですけど、そういうすごい具体的な興味に対してウェブ中からコンテンツを収集してきてお見せするっていう、そういう情報をキュレーションしてくるサービスになります。Python で調べると今だとPyCon の情報も出ますし、例えば Python でこんなことやってみたみたいな開発者のブロガーの方がブログ書いてるとかいろいろ出てきますね。そういう開発系の方がもちろん多いですけど、たまにまだアルゴリズムの精度悪くてモンティ Python が入ってきたりするんですけど、その辺は今減らしているところです、うん。そうですね、今回 PyConJP のテーマも新しく作って、で PyConJP の、サイトにも埋め込んでいただいていて、今そういった形でこういろんなウェブサイトにその Python の、情報収集っていうのを埋め込んでいただけるような、そういう機能も作っているので、例えばブログのやってる方とか特定のテーマで書かれているとか、そういう時もしくは会社のページとかで自社の情報をこう収集して表示しておきたいとか、結構そういう方がいらっしゃって、今後いろんなところで目にする機会が増えていくんじゃないかなと思います。そうですね、はい、いろんなテーマでこういう技術系だけじゃなくて、例えば音楽とかアウトドアとか趣味のことにすごく使ってる方が多いので、結構こう自分の趣味を集めて作る雑誌みたいな感じになってます。そうですね、Android と iPhone とダウンロードできて、 iPhone の場合今新着のベスト新着アプリに選ばれて、結構ストアの上の方に出ているので、そちらからダウンロードしていただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、私たちはベースという誰でも2分で EC のネットショップが作れるサービスというのを提供しております。はい、いわゆるもう普通のというか、まあ、モバイルもそうだし、PC も普通に買い物に使っていただけるネットショップ、楽天さんだとか、絡みショップみたいなものの
を本当誰でも、もうその IT が全然わからないような人でも使えるということで、いわゆる IT の入り口として活用していただいています。はい、そうですね。あのテンプレートも綺麗なやつだし、あの壁紙ちょっと工夫がすごくかっこよくなるし、デザイン性とかあの使いやすさとかシンプルさっていうのをとく追求しているサービスですね。はい、決済方法はもう契約した瞬間からクレジットカードのもすぐ使えるようになったりとか、銀行振込とか代引きとか人通りのもの、あとコンビニ決済も全部揃ってます。はい、手数料はですね、ベース自体は利用料は完全に無料です。でカード決済とかで、まあ、ちょっと銀行さん、カード会社の手数料がミニマムな形でかかりますけど、本当にこう費用対、あの安く低い値段でやることができます。はい、そうですね。とにかくなんか我々のサービスはシンプルさにこだわっていて、やっぱネットショップってどん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 やっぱりビジネスが広がっていくと、どんどんどんやりたいことが増えてくるんですけど、我々すべてのあらゆる機能を実装するというよりは、本当にたくさんの人にまんべんなく簡単に使っていただくことを重視して機能を選別して、でとにかく使いやすさっていうのを失わないように頑張っています。